2024年6月28日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外でございます。まあ、マリーナホップですね。15年か。このね、2015年じゃね、2005年にね、開業したね、マリーナホップ。20年のね、歴史にね、幕をね、閉じようとね、していますけれどもね。まあ、来年でね、賃貸借契約はね、終わりになるということでね、これを潰すということになってるんですけどね、本当にね、それでいいのかと。で、全然後継のね、施設がね、見通しがついていないという状況ですよね。この時期になってもまだ全然ね、見通しがついてないと。残りね、残りもう、9ヶ月でもね、もう残り9ヶ月ですよ。もう1年ないのに、ね、見通しがつかないと。いう状況であることをね、ですね、案が、ね、垂れ込めているということをね、お話ししたいと思いますけれどもね。もうおかしい、まあね、マリホのね、後継施設ね、広島トヨペットとかね、マツダといったね、地元の大手企業もね、次々とね、撤退して、ね、で、東京のね、聞いたこともない会社がね、今ね、やってると。という事業者としてやってるという状況です。で、一応ね、県としてもね、もう見通しがつかない場合はね、賃貸借契約はね、結ばないとね、合意文をね、25日に交わしたということです。結局、県というか、ね、湯崎さんもね、見通しがね、つかないという話ですよね。だからね、今ね、まあ、水族館とかね、いろいろ商業施設とかもあるんでね、水族館なんかね、ほんまね、子供をね、連れて行くのにね、一番ね、なんて、広島市内、広島の旧市内でね、ほんと子供をね、連れて行きやすいね、まあ、ほんと、ね、貴重なね、場所だったんです。それを、ね、わざわざ潰してね、うん、乗り物のね、パークっていうのをね、テーマのパークを作るっていう、全然なんかね、見通せてないってことですよ。それはそうですよ。確かに常識で考えてもね、乗り物のテーマはね、パークをね、広島で作ってどれだけね、需要があるかっていう問題です。確かに今のね、マリホがね、利用がそんなにね、多くないっていうのはわかるんだけど、しかしそれでも子供たちにとってはね、割と、ね、貴重な場所であるというのも事実なわけじゃないですか。で、わざわざそこを潰してまでやるかって。だから どっちがより少なく悪いかですよ。乗り物のテーマパークか、今のね、水族館も含んだマリホが、どっちかがね、どっちがより少なく悪いかって。どうもこのまま行っちゃうとね、次のね、だからその、乗り物のテーマパークの方がね、実はね、水族館を含むね、マリホよりもね、悪いんじゃないかってね、危険がね、非常に、ね、出てきたということですよね。まあ、せっかくね、海にね、近いんだしね、そういうことも活かすっていうこともしない感じになりますね、このね。この自動車関連会社つったってね、よくね、わからない。よくわからないというか、東京の方のよくわからない企業ですよね。この辺がまたね、湯崎県政のおかしいところでね。地元の企業に逃げられてね、で、よくわかんない県外の企業にね、で、よくわからない事業をさせるという、ようとしてる。これがね、広島県の湯崎秀彦知事が、今からやろうとしていること。まあ、さすがにね、事業の詳細なスケジュールではね、提出するなど条件を満たさなかった場合にはね、いやね、必要な資金がね、調達の見通しがない場合にはね、土地の賃貸借契約を結ばない。いや、それはそうですよ。もう踏み倒しにもされたらね、たまったもんじゃねえよな。こう。そういうことでね、まあ、有識者からね、意見を聞く場合はね、設けるということじゃないのかなと思っております。それではね、皆さんね、最後までね、本当ご清聴ありがとうございますというところですけどもね、大雨の方もね、まあちょっとね、予想よりはね、少なかったようで、だからまだ注意をしていきましょう。それからまたね、この、湯崎県政、おかしいことばっかりです。ぜひね、これね、チェックしていく。広島をね、あなたの手に取り戻すということをしていかねえとね、まあほんまね、大変なことになる、ええ加減なことをね、させてはいけないなと思います。それでは皆さん最後までご清聴ありがとうございました。本日はね、ズームミーティング。
佐藤誠一と広島の政治ガツンとありますんでね、お待ちしております。